こけし。こけし、小げしは、江戸時代後期、文化、文世紀頃から、東北地方の温泉地において、当時客に、土産物として売られるようになったろくろびきの木製の、人形玩具。一般的には、休憩の頭部と円柱の胴だけのシンプルな形態を、している。漢字表記については、名称の不死算章。こけしは、 本来の発生時の様式に従って作られる伝統こけしとこれをもとに新規に発展した新型こけしに大きく分かれる。伝統こけしは産地、形式、伝承経緯などにより約十種類の系統に分類される。他方、新型こけしには工芸的な創作こけしと東北に限らず全国の観光地で土産品として売られている腰人形がある。 本来の玩具として発生したけしは、幼児が握りやすいように、銅の太さも子供の手に合わせた直径であった。従って立たないけしもあった。ただし、鳴子コのけしは、かなり初期の段階から、ひな祭りの折に、ひな壇に飾るような、使われ方をしたと見られ、立てて安定なように銅は太く作られていた。いずれにしても本来は当時の土産物であり、子供の手に渡って、おもちゃの人形。 すなわちモテ遊び物として使われたものであった。二つ折りの座布団にけしを挟んで、それを背負いながら、ままごと遊びをする女児をよく見かけたという記録もある。江戸末期から明治の末年までが、おもちゃとしてのけしの最盛期であった。しかし、大正期になると、けしは、キューピーなどの信仰玩具に押されて衰退し、転業、休業する工人も増えた。 一方でこの頃から趣味人が好んでこけしを収集するようになり、子供の玩具から大人の伊藤小物として継続してその名脈を保つことができた。東京、名古屋、大阪にこけしを集める収集家の集まりができて、一時休業した工人にも再開を促し、かなりの作者の作品が幸いにも今日まで残ることとなった。そうして現代まで残ったこけしの中には、 骨董として売買されるものも多い。こけしが民芸品、美術品として評価されるようになった第一次ブームは1928年、昭和3年、甘江富や、こけし、写真、宝庫の話の出版がきっかけとなった。第二次世界大戦後の高度成長期に、東北の温泉地を訪れた旅行客が買い求めたのが、第二次、そして女性に人気が高まった2010年代が、 第三次ブームとする見方がある。第二次世界大戦後、こけしは東北地方で作られる伝統的な民芸品とは限らなくなった。京都市や群馬県などでも、こけしやこけし風人形が制作、販売されている。これらの中には、東北の伝統こけしと同様のデザインだけでなく、形や彩色、モチーフなどが多様な新型こけし、近代こけし、 創作こけしと呼ばれることもあるが多い。ウルトラマンなど特撮、アニメ等にちなんだキャラクターこけしも生まれている。2000年代になると、こけしはヨーロッパなどでは風雲物として知られるようになった。宇佐ブロウこけし、群馬県新東村、ナルコの桜井こけし店などは輸出に取り組んでいる。大人の伊藤勝物として集められるこけしは、棚等に立てて並べられ、干渉される場合が多い。 そのため、やや銅を太く作ったり、作みのように細い銅の場合には株に倒れ、帽子用の台をつけたリス等の工夫も行われた。伝統こけしといっても、その形態や描祭は、時代の流行や新型こけしの影響も受け、需要の要請に応じて、幾分変化を遂げている。一方で、収集家によっては、子供の玩具時代の古い様式を望む者もおり、その後人の師匠、 先代、数代前の後人の苔子の方を復元するよう依頼することも行われる。それらは、誰それの方の復元苔子と呼ばれる。以下に、苔子の三大コンクールを示す。歴史が最も長いのは、全国苔子祭りであるが、最高賞が内閣総理大臣賞となっているのは、全日本苔子コンクールと、道のく苔始末である。宮城県で開催される。 全国こけし祭りと全日本こけしコンクールはメイン会場が体育館であるが山形県で開催される道のくこけし祭りはかつては大沼デパート現在では7ビーンズの6階にある山形県芸文美術館5階は山形伝統こけし館がメイン会場である全国こけし祭りでは鳴子温泉郷において多数のこけしのかぶり物がパレードするの名物である こけしの名称は元来、産地によって異なっていた。木で作った人形から来たデク系の、木デコ、デコロコ、デクノボウ、ハイハイ人形、母子人形説もあるから来た、写シ真シ、宝庫系の、木コ、キ木ッコ、こ、焦げ宝庫、消し人形から来た、消し系の、こげす、消し人形等があった。また一般に人形という呼び名も広く行われた。他に、焦げすんぼおでこ様、 キなきなずんずこと呼ばれることもあった。けしという表記も、戦前には多くの当て字による漢字表記、木廃子、木形子、木下子、木、作詞などがあったが、1940年、昭和15年7月27日に、東京けし会、戦前の会が開いた、第一現地の集まり、鳴子大会で、金垣のけしに統一すべきと決議した経緯があり、 現在ではもっぱら、こけしという用語が用いられる。幕末期の記録、高橋彫造文章、1862年によると、記事人形公けしと記されており、江戸末期からこけしに相当する故障があったことがわかる。こけしの語源としては、諸説あるが、木で作ったけし人形というのが有力で、特に仙台程度人形の赤けしを木製にしたものという意と言われる。 赤消し、同様、小もらい、小さづけの縁起物として、小けしが扱われた地方もある。また、小けしの頭に描かれている模様、水引き手は、京都の御所人形において、特にお祝い人形のために草案された、要塞様式であり、土人形、赤消しにもこの水引き手は描かれた。小けしは、子供の健康な成長を願うお祝い人形でもあった。一方、近年では、 コケしの語源を、コケしやコケしなどの語呂合わせであるとし、貧困家庭が口べらし、堕胎した子を慰霊するための品物と見る説も存在する。これは1960年代に、詩人、松永51が創作童話の作中で初めて唱えたとされる。しかし、松永以前の文献にはこの説を裏付けるような、 記述が見られず、松永自身も説得力ある説明はしていないとさ、疑問が持たれている。明確な出典が存在しないため民族学的には根拠のない俗説であり、都市伝説と同様、信憑性のない与な話の類とされる。小岸の語源や小岸に至る信仰玩具の変遷について、加藤治が平安時代の子供を守る信仰人形や、 東北地方の他の新仰岸具との関係から、天松とその歴史的変遷の考察宮城県の郷土具との関係を中心に、マイナス日本風俗史学会記を空俗第30巻3号で詳しく分析、考察されている。こけしが生まれるには、主に次の3つの条件が必要だったと言われている。一つ目は、当時習俗が一般農民に、 ある種の再生儀礼として定着したこと。二つ目は、赤物が伝えられたこと。三つ目は、記事市が山から降りて温泉地に定住し、当時客の需要に直接触れるようになったこと。当時農民は国民の九十パーセントを占めていたが、特に寒冷地東北の農民にとって、当時とは厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々との、 コミュニケーションを楽しむ重要な年中行事でった。太陽暦でいう1月末の一番寒い時期の寒冬時、田植えの後の泥落とし冬時、8月の一番暑い時期の土用の牛冬時など年に2から3回は冬時を行ってリフレッシュしていたようである。二つ目の赤物とは赤い染料を使った玩具や土産物のこと。赤は放送。 天然灯から守るとされ、子供のもて遊び者としてこの赤物を喜んで買い求めた。赤物玩具を作る人のことも赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいた。赤物の最も盛んな産地は小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期文化文政から天保の頃に東北に伝わった。東北の農民たちが 盛んに、伊勢参りや、コンピラ参りに行って、その途上、小田原、箱根の生地玩具、赤物を見るようになったのがの契機と言われ、当時場でも赤物の生地玩具を望むようになった。三つ目の条件として、生地市が山から降りてくるようになった背景には、中世以降保障されていた生地市の特権、すなわちどこの山でも八合目以上の木は自由に伐採できるとされた特権が、 江戸の末期になって、各地の論産受験、山論とも言うにより失われたことにある。山から降りて、当時場に定着するようになった、木地氏は、当時客と接し、彼らの需要を直接知るようになる。今までお案、お盆、仏器、人儀のように白木のまま出していた、木地氏が、当時の農民たちの土産物として、彩色を施した製品を作り始めるという、大きな変化が立た 当時場において農民が求めた赤物こけしは、心身回復と五国宝穣のイメージが重なった山の神とつながる縁起物であり、それを自らの村へと運ぶ象徴的な継承でもあった。それゆえこけしは単に可愛いというだけではなく、たくましい生命力を秘めており、現代においては大人の鑑賞品としても扱われるようになっている。伝統こけしは産地によって特徴に、 違いがあり、主なものは、下記の各系統に分類することができる。これらの系統に含まれない、伝統こけしも存在する。こけしの工人については、工人中心の百科実典こけしをが詳しい。木の工芸品なので、湿気乾燥の影響が少ない環境で保存する。また退職を進行させる、直射日光を避けることが望ましい。 直射日光以外の光源として退色が早いのは蛍光灯白熱光電球 LED の順。また光に弱い線量は紫黄色緑赤墨の順。墨はだいたい残る。一方赤は湿気水曜日に弱く緑の方が強い。玄根の大部分のこけしはローで仕上げをしてあるが、それは湿気や手に色のつくのを防ぐためで、 退職防止にはあまり効果はない。直射日光は色彩だけでなく木の劣化を進めるので避けなければならない。湿度が肯定するとこけしが割れてしまったりカビが生える原因となる。密閉した場所で高温になる環境は蒸れてシミを生じさせることがある。こけしを利用した印鑑、印鑑入れなどを作る工人もいる。また、こけしの内部に手紙を入れて郵送できるようにした。 通信こけしと称するものも作られている。また、生地製品、例えば円形の蓋付きの容器に、こけしの顔や菊の胴模様をあしらったこけし応用品もある。こけしの倒れやすさを逆に利用して、地震で倒れると胴体部底面に埋め込まれた発光ダイオードが本体の傾きに反応して、自動点灯する防災用こけしが発売されている。 コケスというチェスの駒をコケシにしたゲームも考案された。東北地方を代表する民芸品として知られているため、東北関係の団体がデザインに取り入れる例もある。東北自動車道で、福島、栃木県境にコケシの絵柄の標識が使用されるなど、コケシがその産地のみならず、東北地方全体の象徴とされる例がある。制御として用いられる貼り方の暗湯として、 こけしの子が用いられることがある。また、1948年の薬事法改正以降、顔を描いた貼り方を、玩具のこけしとして販売した業者も出現した。これは、製具の販売にあたり、行政の認可が必要とされるようになり、医療機器に準ずる厳しい品質基準が設けられたため、従来の製品を製具として事実上販売できなくなったためであるが、電動こけしといった、 明らかに性感を高める機能を有した製品もジョークグッズと称して販売されている。大阪こけし教室、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。